今日紹介するのはデラックスジャオードラゴンワンダーライドブックです。仮面ライダーセイバーに登場する仮面ライダーカリバーのねパワーアップアイテムなんですけど、仮面ライダーカリバーといえば劇中でもこうセイバーとなんかこう関係がありそうなライダーじゃないですか。ブレイブドラゴンとジャークドラゴンのワンダーライドブックがお互い引き合ったりとか、2体のドラゴンが交わってアバロンへ行けるようになったりと、何かとね因縁がありそうなライダーなんですけど、今日はそんな仮面ライダーカリバーのパワーアップアイテムを紹介したいと思います。それでは早速やっていこう。バンマニー、はい、早速ね見ていきたいんですけど、まずはパッケージから、開いているページと、あとここにね仮面ライダーカリバージャオードラゴンがいるということで、もうこの時点で迫力がすごいですよね。で、横にはこんな感じで書いてあって、裏面に遊び方がいくつかあるんですけど、カリバージャオドラゴンに変身と、ページを閉じて再び開くと必殺技が聞けると。そしてこのページを開くたんびにストーリー音が鳴るということで、早速中身見ていこうと思います。はい、取り出してみたんですけど、めちゃめちゃでかいのよ。わかりますか？ジャークドラゴンワンダーライドブックがあるんですけど、比較してもこの大きさ、この厚みもあって、サイズ感もね、よりパワーアップしてます。で、表紙には、こう真ん中にね、紫のドラゴンがいるのと、周りに金の竜が4体いるっていうデザインになってて、表紙の時点でもう、まがまがしさが出てますね。早速ね、ページを開いてみましょう。はい、こんな感じでね、物語のサウンドが鳴るんですけど、こっちの開いた裏表紙のところにも、この角度にすると多分読めるんですけど、ライダー文字もしっかりと書かれております。こっちの本を開けた1ページ目には、この5体の竜がこう、下から上に向かって飛んでいるようなデザインになってます。さっきパッケージに書いてあったと思うんですけど、これ、物語のページを開くたんびに違うサウンドが鳴るみたいなので、ちょっと聞いてみます。はい、この3種類のサウンドが鳴ります。じゃあね、ちょっといろいろ見ていったので、早速仮面ライダーカリバージャオードラゴンに変身していきたいと思います。これで仮面ライダーカリバー、ジャオードラゴンへの変身が完了したんですけど、めっちゃめちゃかっこよくないですか？この超低い声で、うぅーみたいな。僕できないんですけど、音声はもちろんなんですが、もうこのね、ギミックがとにかくすごくて、このワンダーライドブック側の竜の頭、この顔がこう飛び出てんのわかりますか？横から見るとわかると思うんだけど、こんな感じになってて、4体の竜がいますと、それぞれ。で、真ん中にはこの紫の竜がいるんですけど、ここがあのカリバージャオドラゴンの頭のようなね模様になっています。これはマジでかっこいい。このジャオドラゴンは2種類の必殺技があるので、早速ねそれもやっていきたいと思います。必殺
今ね、2種類の必殺技を聞いてみたんですけど、このね、ワンダーライドブックをベルトにセットした状態で閉じるだけで必殺技の待機音がこっちのジャオドラゴンワンダーライドブックの方から鳴るっていうことで、多分前にね、カリバードライバーの紹介をした時に流れてた必殺技の待機音がこっちからも聞けるっていうのはすごい激アツですね。さらにリードさせた必殺技も必殺技の最後に You are over って言ってたと思うんですけど、この技を食らったら確実におしまいですよねっていうぐらい強そうな音声が聞けました。バンマニ、今日はデラックスジャオドラゴンワンダーライドブックを紹介しました。いや、これかっこよくないですか？もうね、仮面ライダーカリバーファンはもちろん、セイバー好きな人だったら全員ゲットしてもらいたいアイテムなんですけど、今までのワンダーライドブックと、まあ、圧倒的に違うところが、この本側に飛び出しのギミックがついているってとこですね。いろんな角度から見てもらうとわかるんですけど、こんな感じで本当にここに描かれた金のドラゴンが飛び出てるんですよ。まあ、これから、仮面ライダーセイバーにもこのカリバージャオドラゴンが登場すると思うんですが、どんな風に活躍するのかすっごい楽しみですよね。ぜひ今後の放送も見逃さないようにチェックしてください。このアイテムは11月21日発売予定、みんなゲットしてね。そして仮面ライダーセイバーはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時放送中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。キョーティンのミニミニ豆知識。今日の豆知識はブラックホールの豆知識。ブラックホールは重力が大きく、光でさえも脱出不可能な天体のことを言います。光でさえ抜け出せないがゆえに、ブラックホールは肉眼で観測することができないと言われています。明日も見てね。